まるです。まろです。まるまろチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。今日はコストコで買ったものをすべて大公開スペシャル。私たちざっと3万円分買ってきましたので、それを一つずつ紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい。それではやっていく。じゃあまずは2人お揃いのもの、お揃いというか一緒に買ってきたものを紹介します、はい、まずこちら、じゃあ肌重いオーガニックコットン 100% でございます。ナプキンってやっぱりこう女の人だったら分かると思うんですけど、こうずっとつけとくやん、その時期って、うん、ある程度の時間はねってなった時にかぶれたり濡れたりするわけ、うんうん、でオーガニックは結構それが本当に軽減されるらしいので、私はいつもこういう使っております。おすすめですね。これこのでっかいのあると思ってなかった。そう、ナプキンって結構買うと意外とさかさばってさ高くなるんだよね。そうそう、あんまり高い、毎月毎月めっちゃ高い。そうだからすごいお得に感じました。続いてお揃いはこちら、 CNP のラボラトリーです。これはめっちゃ有名だよね。見たことあると思う。そう、有名な化粧水、9点とかでも結構一時期もう爆発的売れてるみたいな感じだったと思うんですけど、うん、これも2個入りセットでした。2本で3980円でした。まあ約4000円かな。で1つ2000円ぐらい。そう、大きさがそう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 、やばいよねこれ。でかくない、みんな普通に9点とかで売ってるものよりもだいぶでっかい気がする大きさが。アメリカンサイズ。そう、アメリカンサイズ。韓国コスメとかそういうのもあるのもさいいよね、コストコ。そうそう、マジ何でもあるからね。そうそう、はい、はい、続いてはこちらのダブのボディーソープです。3キロ約8個分の詰め替えで1738円でした。安いよね。安い気がする。8個分よ、3キロよ。めちゃめちゃ重いよ。えバカ重いです、うん、本当に取る時もさなんか腕力ない。そう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 、あみたいな。これも同じ匂いでお揃いで買いました。いえ、もうこれで困らんよね。そう、困らん。続いてはこちらビーフガーリックライスです。それはこの大きさで2281円でした。安いよね。安い、しかもめっちゃ美味しそうじゃない。これは美味しそうだし、しかもなんかこれが実際に美味しいっていう風になんか YouTube で見たことあって、なんかね午前中にカードなくなるぐらい、そのレベルで美味しいっていう風に聞いとったの。そう、今日見つけてちょっとびっくりした。これもぜひね、ちょっと皆さん食べてみてください。見てください。はい、じゃあ続いてはドーン、これ30ロール入り。これもねちょっとあの一人暮らしの家としてはちょっと多すぎるので、間違いない。そう、これもね半分こしていきたいと思います。15個でも結構ね。そう、多いよ。しかもなんか値段はなんか普通のさあの薬局で買うよりまあちょっと割高だなって感じはするわけ、この量にしたらね、うんうんうん、けど、まあ、この一つのロールのそうそうそうペーパーの長さがやっぱ別格だから。そうそう、だからこちらをお二人でちょっと分けさせていただきます。はい、よいしょ、はい、いただきます。続いてはこちら鶏肉、普通にもも肉ですね。はい、これも2人で分けます。桜鶏シリーズが結構美味しいってあの評判良かったので、うんうんうん、ちょマジこれは分けようぜということで、さすがに1人暮らしで 2.5kg 冷凍庫に入らんな。そう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 、それの問題はあるのでちょっとこれも2人で分けたいと思います。はい、次がこれずっと欲しかったこちらのバスソルトです。嬉しい。お値段がですね898円。そう、1000円しないのこの量で。安い、高くない？そんな安かったんやん。塩っていいって言うやん、お風呂に。ゆうゆうゆう、汗もめっちゃかくし、うんうん、健康的にも結構発汗作用があるからって言って、はい、結構このコストコのやつ多分皆さん見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、この量で1000円しないってバカえぐいから。やばいね、普通に入浴剤買うより全然安いじゃん。安いよね、うん、はい、じゃあこれで同じものは以上なの で、次は個人で買ったものを紹介します。はい、私から紹介させて、はい、お願いします。まずこちらなんか見たことあるぞっていう方ポン、味ポンでございます。はい、まあ、これが正直安いのか高いのかっていうのは私はちょっとあの分からないんですけど、そこら辺のの分からないんで、ただあのうちの妹がですねポンラーなので本当に味ポンがすぐなくなっちゃって、自分が味ポン使いたいって思う時にないんですね、うん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 、なのでちょっとあの予備で買わせていただきました、うん、続きこちらポークソーセージ骨付き。すごい、これね絶
対美味しいと思うの。骨付きフランクフルト絶対美味しいやん、うん、絶対美味しいやん、うん、美味しいやんと思って買いました、うん、まあ、若干お高いかもしれないんですけど、なんか確かに良かった。5本でね、788円、若干普通にお高いかなと思うんですけど、たまにはさ、確かにたまにはこれ贅沢してもいいじゃんって、うん、思うじゃん。食べたことない、こういう骨付き。そうでしょ、もうでしょ、あるけど、うん、こういうので楽しんでいきたいと思います。何を、はい、次じゃあご飯系でいくと、はい、こちらの大きい、こちらがマスカルポーネローンでございます。ボヨンボヨン、お値段が698円です。これと同じ種類、同じ種類って同じ形のパンがすごい有名なんですよ、うん、ちょっとこれより安めであるんですよね、うんうんうん、でも調べるところによると、それも美味しいんやけど、このマスカルポーネの方が風味がしっかりしとって、味もちょっと高いけど美味しいって風に見たので、ちょっと今回はねこれを買ってみました。でも高いって言ってもっていう値段だよね。いやマジでこの量でえぐいよね、うん、でさすがにこの量一気には食べれないので、冷凍とかして、うんうん、蓄えていきたいと思っております。いいですね。はい、ということで次はこちら、アリエールのビオサイエンス、はい、合ってんのか分かんないけど、いちいち測って入れるの、こうやって液体のやつ入れるのがちょっとめんどくさいので、うん、いつもこれ使ってるんですけど、このくそでっかいのがあったんで、これあったらまあ正直さ、うん、買い足すのもいいやん、なんかもう当分、うん、96個だもんだって、96回洗濯できっか、うん、妹使おうね、頑張ろう洗濯で。次洗濯系、はい、もう一個ダン、ダウニーのベラスみたいな、ベラスみたいな感じのものでございます。でダウニーもともと実家では青いバージョン、うん、ノーマルダウニーを使ってたんですけど、今回ねそのノーマルダウニーあったんだけど、こっちさ結構匂いがね、そういい匂いだった、やばいよね、うん、バカ美味しい、あ美味しくないバカいい匂いがするんですね。でちょっとこちら発見してしまったので、久々にダウニーに手を出してみましたので、はい、私はこちら以上になります。じゃあ続いて私の行きたいと思います。はい、私はこちらブラックゼロ、これなんかね有名だよね、いいって、うん、よく CM とかで見るよね。そう CM とかでも見る。これ使ったことなかったんですけど、まあちょっと買っちゃいましたこれからね、はい、これからね、以上。続いてこれでいいや、トイレスタンプ、これトイレ掃除の必需品ですので、ちょうど詰め替えがなくなったので買いました。288日分、ほとんど1年持つやん、うん、1年持っちゃう、これで。じゃあ続いてはこちら、シックハイドロー、イエーイこれはなんか敏感肌用らしくて、剃った後もしっとりするみたいで、うんうんうん、乾燥もしづらいらしいので、こちらを買ってみました。それね、良いよ。え、これいい、うん、良いだって、みんな、あとね、剃りやすい、経験者は語る、良いって良いです、これ。続いてはこちら、ベーグルー、1個で680円かなって思ってたんですけど、まさかの2個で680円っていう、なんかちょっと得した気分にレジでなりましたでも、もう1個もう1個取ってきてくださいって言われて続いてラスト、こちら吉野家のミニ牛丼マグ、これは便利だ。これがね意外と美味しいんですよ。これをチンしてご飯にかけるだけで、うん、牛丼、はい、一食みたいな感じで、うん、とっても楽なんですよ。ご飯作るのがめんどくさいなみたいな時とかに使えるように、こちらも買いました。はい、こちらで私たちの買った3万円分全てになります。でもね、やっぱコストコは広くて、で、うん、お手頃のものもたくさんあるし、とってもいい買い物ができたんじゃないかなと思います。この動画を見ていいなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ぜひみんなもコストコ行ってみてください。それでは以上、まるまるチャンネルでした。バイバーイ。歩いた、めっちゃ記憶ない、歩いた、ベルのやつみたいな、あ、てるん